はい、どうも皆さん、ニュファー版は、ヨハイチャンネルファイです。ということでね、今回なんですけども、三色ツバイ使っていきたいと思います。やはり、月末になると増えてくるダイヤモンドブリザードとクイーンメイデンということで、最近の赤白速攻もね、ランクマッチで見るようになってて、やっぱり、ランクがね、ランク戦が終了に差し掛かるとめちゃくちゃ増えてくるんだよね、速攻デッキが。ということで、このクリスタルツバイナンサーなんですけど、まあね、ツバイナンサーは最速でね、出せれば強いんですけど、出せなければ、まあ他のね、ダイヤモンドブリザードとクイーンメイデンに引き殺されますし、対コントロールはね、地獄スクラッパーとか演奏の追加の裁きで、軒並みリキッドピープたちがね、壊滅させられて、まあ相手にね、負けると、まあ、ゲームセット、ジ・オブ・ザ・エンドに、ね、なる試合がめちゃくちゃ多くて、まあどうしたらツイバイランサーをね、強く使えるかと考えた時に、このね、闇文明と光文明の力を借りることにね、成功した私が今回この三色ツバイランサーを紹介するわけなんですけど、まあ今回このね、後期ペトローバがやっぱり強かった、まあ能力、クリーチャーを1体選ぶと、選んだクリーチャーと同じ属を持つ自分のクリーチャーすべてパワープラス4000をされて、なんとね、相手はこのクリーチャー選べないんですよ。デーモンハンド、アカーサーファーというね、相手の強力なシードトリガーで選べない反面、プラスね、3500なんですよ。プラス500、これがね、いやらしいと。演奏の水拳の裁きの圏外ということで、一生でこの後期ペトローバー生き続けて、なんとね、このリキッドピープルたちが演奏の水拳とかね、地獄スクラッパー圏外から、圏内から逃げれると。いうことで、めちゃくちゃ今回のキーカードは後期ペトローバということでね、この腐敗電脳メルニアがね、めっちゃ強いと。しかもこいつリキッドピープルなんだよね。リキッドピープルでブロックされないスレイヤーということで、これもなんともいやらしい。ペトローバー能力がね、かかると、プラス5000のスレイヤーブロックされないんだけどね、めちゃくちゃ強いと。そしてね、対、まあ、速攻デッキでもホーリースパーク、アカーサーファー、デーモンハンディングザオベーションで、まあ、速攻デッキを壊滅させて、まあ、対コントロールデッキね、まあ、後期ペトローバーで、めちゃくちゃリキッドピープルパワーを上げて、軒並み引き殺すという、デッキ構築になっております。最大7連勝のね、めちゃくちゃおすすめのデッキなんでね、ぜひ皆さん作ってみてください。チャンネル登録、グッドボタンもお待ちしております。では試合の方行きましょう。はい、ということで対戦の方よろしくお願いします。めちゃくちゃハンドいいね。メルニア、アカーガード、うわークアスクリーム引いていくと、これマジで上振れたらね、最高。さあ、赤から出していきましょう。まあ、先行でね、赤から出すのどうかなと思うんですけど、ハンドがね、めちゃくちゃいいんで、ここ出していきました。覚えてし、ミラーですね。アクアスクリューをね、出してくると。そこ、デーモンハンド引いたんで、メルニア出せますね。さあ、メルニア行きましょう。で、アクアハルカス、アクアスクリュー、アクアスクリューからのツバイランサー。これを置けたら大宇宙ムーブですね。これ、お相手し、ミラーなんですけど、やっぱり多くなってきたね。リキッドピープルなんてさ、もう最初しか見なかったんだけど、やっぱランクもね、終了に差し掛かると同時さ、ここ、ツバイランサー引いていくせる、ほんとそこ。さあ、アクアスクリュー、アクアスクリュー、ツバイランサーね、次行けますと。さあ、ここ何も処理されない。お相手し、アクアスクリュー。で、もう一枚アクアスクリュー。次の一枚クリスタルツバイランサーだと、ドギも抜きますが、さあ、ここは違かった。さあ、ホーリースパークも置いて、しかも3色揃って、アクアスクリューから行きましょう。シンクボルテックスじゃないけど、行ってみた。シンクボルテックス。クリスタルツーバイランサー。テュフォンの槍って言ってます。これ2本の槍じゃなくて、これ、テュフォンの槍って言ってます。さあ、やったねと。さあ、ツーバイランサー引いてくるスタイル、ほんますこ。さあ、行きましょう。シンクボルテックスじゃないけど、行ってみた。クリスタルツーバイランサー。行きましょう。これ、テュフォンの槍って言ってます。これ、テュフォンの槍って。さあ、やったね。さあ、もう一回引いてくる。チャージオン。さあ、もう一枚行きましょう。シンクボルテックスじゃないけど、行ってみた。シンクボルテックス。これ、テュフォンの槍って言ってます。これ、テュフォンの槍って。2本じゃないです。これ、チュフォンなりって言ってます。さあ、ここ、メルニア。これ、メルニア。これ、もうね、後期ペトローバとかね、関係なくなってきちゃったね。もう、後期ペトローバとか全く関係ない。これ、上振れれば、ただただ強いツバイランサー見せただけでした。対戦。ありがとうございました。はい、ということで、対戦の方よろしくお願いします。サーファー、ガード2枚、スクリホーリスパーク。これまためちゃくちゃ反応がいいと。さあ、ここ、アクアサーファー置いて、アクアガード出していきましょう。まあ、ここもうね、やっぱり、アクアガード、アクアスクリュー、大量展開した後期ペトローバーの流れ。しかもアクアトランサーも引いていくスタイル、ほんますこ。先に行きましょう、アクアスクリュー。さあ、次ね、また2コストが引いてきて、まあ、トランサーからね、まあ、メギラ、おまじデスフェニックスですね、これ。さあ、最速デスフェニックス VS 最速クリスタルツバイランサー。さあ、どっちが勝つのでしょうか。美味しい牛食を食べながら静かにご覧くださいということで、さあ、ここ、ホーリースパークと、シェーカールトランサーを落としていって、アクアガード、アクアハルフォート、アルファード、それは車だぞと。さあ、ここ、ボルシャク、バディ&バディ、ケイン、小杉ですよね、置いて、さあ、ここ、ハッピーラッピーバースデーじゃないね。さあ、ここ、アクアガード引いていく。さあ、行きましょう、ここ、アクアハルフォート。さあ、特訓の成果、バチコで見せていきましょう。さあ、ここ、クリスタルツバイランサー引いていく。さあ、ここ、アクアガードしっかりと置いていきましょう。しっかり、ボルテックスじゃないけど、行ってみた。クリスタルツバイランサー、バックタン、オブザ、バックタン、盤石、オブザ、盤石の
着地。さあ、ここチャージオンでデーモンハンド。さあ、ここトリプルブレイクいきましょう。さあ、ここね、次後期ペトローバーを重ねたら、デスフェニックスね、地獄スクラッパーをね、マジでね、採用してる確率がね、マジ 7億% をね、突破したというね、まあ、データが出てるんで、さあ、ここね、後期ペトローバー重ねて、まあ、もうスクラッパーのね、勝ち筋すら、さあ、行きましょう、行きましょう、行きましょう、盤石の着地、後期ペトローバー。さあ、いけ、リキッドピープルタッチをしっかりとバフがかかっても、最強の盤面が出来上がっていく。さあ、トリプルブレイク。さあ、俺たちスクラッパーもないということで対戦、ありがとうございました。はい、てことで対戦の方よろしくお願いします。さあ、ホーリースパークからの、ハクアハルカス。ハクアハルカスってしっかりと噛んでいくスタイル、ほんまスコやで。さあ、マナがね、3マナ。溜まりました。そして、お前たち、ビューラー&ビューラー、車のビューラーさんがね、トリッコになってね、召喚されたということで、お前たち、これ速攻デッキですね。さあ、赤白速攻。君と戦いたかったんだ、僕は。速攻デッキに勝ってこそのクリスタルツバイランサーだということを私はね、この動画を通して見せたいんだ。さあ、シードブレイク。さあ、ここ。ブレイク、ピーカップのドライバーことピーカップで殴られていく。さあ、ここトリガーね、こういう時に限って全く踏まない。さあ、行きましょう、ここ。アクアガード、アクアガード、アクアスクリューからの行きましょう、最速。クリスタルツバイランサー進化、ボルテックスじゃないけど行ってみた。クリスタルツバイランサー盤石オブザ盤石の着地。これね、お相手して地獄です。これ、テュフォンの槍って言ってますかね、これ、テュフォンの槍って。さあ、ここ。しっかりと盤面カラーにして次トランサーまたスクリューメルニアとここまた後期ペトローバー引いたらねもう最強のもう最強のね盤面出来上がりますからさあここね1枚アマンジで受けましょうかさあここシュートリガー発動アクアサーファーここ着地だけさせてまあ一応ね、もうフンヌは、フンヌの裁きはまあしっかりと盤面残して次にシードブレイクされたから勝手に墓地に行くんでさあ先の先しっかりと読んでいきましょうさあもう見せどころですよ。さすがにここ後期ペトローバー引いていきたいんだけどね。まあここもうメルニア出して、このままもう殴り殺していきましょう。さあトリプルブレイク。さあシードトリガー、ヘッドロー。さあ、ブラッターのカッター。俺はカッター。俺はカッター。さあチュフォンの槍ですね。僕はもうカッターなんかじゃもうやれやれやれ。僕はもうクックポロン。もうポロンポロンポロン。さあピーカップのプッピ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 。さあここやったねとさあツバイランサー2枚目もうツバイがツガイのツバイのツガイランサーになりましたさあここツガイの槍いやこれテュフォンの槍って言ってますさあチャージオンさあ行きましょうこうトリプルブレイクさあここねもう私シードトリガーないということで対戦ありがとうございましたはいてことで3色ツバイいかがだったでしょうかシンプルにね最速ツバイが強いシンプルにシンプルに強い最速ツバイが強いんだけどなんだかでも後期ペトローバでバフをかけてあげるのとあげないのでは相手に対する圧も違いますしホーリースパークサーファーデーモンハンドのトリガーの多さもめちゃくちゃ強いんでまあね今後ねまたやっぱツバイランサーはやっぱり今後化けていく構築によって全然ね違った色をね出してくれるカードだと思うので今後のねいろんなねもう発展もうデッキビルダーさんがねもう考えたもうね進化ボルテックスクリスタルツバイランサーに期待してちょっと何言ってるか分かんないねここ動画締めたいと思いますまあめちゃくちゃ強いのでおすすめですよろしければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますではまた次の動画でお会いしましょうさよなら